というわけで始まりましたバンブーバンブーババアが一人です。司会の上川圭司です。よろしくお願いします。はい、はい、大門優子です。はい、よろしくお願いします。旅そうですね。はい、バンブーバンブー、あ、言っちゃいけない、私見てね、まあ、本人さんが言ってますので。そうそうそう、あの、はい、ママさんがね、はい、バンブーさんのママさんが言ってるので、はい、ね、いいということで、はい、はい、というわけでこちら、あの、江原町にあります、はい、スナックバンブーで、そうなんですよ、新しく番組を撮ることになりまして、はい、はい、あの、テクテクさんでは、はい、2回目の登場の、あ、3回目の登場ですね。そうですね、1回目は通りすがり、はい、あの、歩いてシリーズというね、あの、ゲストトーク番組がありますけども、はい、ちょうど前の、ね、立ち合い川緑道のね、はい、ところで歩きまして、そこでまず訪問して、そうです、はい、あとは商店に商店というあのお店紹介番組で、そうです、はい、収録しまして、はい、その時に、ママさんの持ちネタのバンブーバンブーブーバーバーが一人っていう、まあ、一説があるんですけど、衝撃ですよね、はい、あんたね、はい、それを聞きましたので、はい、でも番組名それで決めてっていうことになりまして、はい、いいのか悪いのかですけど、まあ、はい、印象づくのではないかと。まあそうですね、ね、ババアな一人ってすごいですよね。まあね、はい、どんな番組名やねんって話ですけど、まあ、それ今日1回目の収録なんで、はい、あの、どういうふうになるかわからないですし、まあ、これからどういうふうに続けていくかもわからないですけど、はい、まあ、あの、本人たちはやる気満々でやっておりますので、はい、はい、ぜひよろしくお願いしたいと思うんですけども、あの、改めまして僕はミュージシャンの上川圭司、テクテク TV を普段よく出てるんですけど、はい、大門さんは、はい、あの、だいぶ出てますけども、だいぶ出てます、はい、でも、まあ、改めて言いますと自己紹介をするとどういうことになるんですか。はい、はい、この荏原町の、品川区、はい、ね、品川区荏原町のすぐそばの出身でございまして、東京出身なのになぜか演歌歌手をやっております、はい、大門優子と申します。この上の方にポスターも ね、はい、そうですね、貼っていただいてる、これが新曲の二人咲きという曲で頑張ってますけど、はい、今、日本列島女祭りっていうね、この前作品ですけども、はい、日本中今お祭りシーズンでございます、ね、こちらにバーンとこう見せてあげます。バーンと、はい、そう、はい、ね、この曲も、引っ提げて全国回らせていただいている、演歌歌手でございますんでね、はい、よろしくお願いします。はい、あの、すっかりもう、あの、チェクチェク TV 演歌づいてまして。そうなんですよもう演歌歌手ばっかりなんですけど、あのね、周りのね、歌い手の演歌の仲間の、はい、あの方にもね、よく言われるんですけど、あの、よく歩いてるねってテクテクテレビ見てるよって、あの、演歌仲間も結構テクテクテレビはあの見ている方が多くて、はい、見てくださってるんでね、あの、はい、かなりよく歩いてるっていうのが、そうですね、あの、演歌仲間他にも歩きたいという方がいたらよろしくお願いします。はい、ぜひぜひ、はい、まあ、大門さんもゲストで来てもらいましたけども、はい、他は今、あの、演歌番組が、あの、あやさんって方、お友達で、はい、だから上町で、はい、上町で、あやさんが司会する番組もありますし、はい、前回その立ち合い川緑道で一緒に来ました、うん、大地豊さん、はいはい、はい、もう今共同の方でですね、うん、あの、何度か来てもらってですね、はい、もうやる気満々で、やる気満々で、はい、演歌番組、演歌関連番組が3番組上になるかって感じの、いい、ね、今日これは3カ所目ですよ。いいですね、はい、ね、なるようにということですけれども ね、はい、はい、というわけで、あの、最近はどうですか、あの、大門さんの活動状況とか。最近はですね、やっぱり、はい、あの、この夏の暑い中でございますけれども、そうですね、はい、やっぱり、あの、全国的にお祭りのシーズンですから、そうですね、はい、あの、他県の、はい、山の方に行ったり、はい、海の方に行ったりして、あの、神社のお祭りを結構回らせていただいてますね。野外ってことですよね。野外です、もう野外で、野外で夏って大変、着物ですから、ね、もう暑いし、はい、何しろほら川飛んでくるので、うん、川食べちゃうし顔食べるんですね、食べちゃう、歌ってる間に食べちゃうんですね、うん、食べちゃいますね、それはまだ序の口みたいな、ね、で、はい、もうそのうちにもう大変なのはここの、襟のね、はい、ところから後ろからですね、はい、虫さんがいっぱい入ってきます、はいはい、それでこの間はカブトムシさんかカナブンさんか、ええ、数匹入りまして、ええ、数匹、はい、数匹入って、はい、あまりにもこうゴニョゴニョやったんで、もう歌いながらもうギャーって言いながらこう、あ、歌ってる最中、最中に、はいはいはい、あの、こう手を入れて突っ込んで、うん、取ろうと思ったらこの指に今度虫が絡みついて、うん、ヒャーってこうヒャーって投げ飛ばしたら虫さんもヒャーって飛んできましたけど、まあ、そんなことを戦いながら日々、はい、あの、この夏は歌わせていただいております。なるほど、はい、虫は大丈夫なんですか。うん、ダメでした。よく触れましたね。いやいや、だってここにね、やっぱり1時間ぐらい歌ってる中でここに制
りね、まあ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 、そうですね、蚊ぐらいだったら結構ね、やっぱりこう汗でくっついてお亡くなりになっている場合があるんですけど、まあまあううねうん、やっぱりさすがに大きいのは ねゴソゴソされてるところ、そうこの辺でいじ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 されてるとね、やっぱりね、なんでそんな2匹何匹も入ったんでしょうね、なんか入りやすかったんですあれなんですよ、ほら、うん、まだ虫がね寄ってくるお年頃ということで、あ変な虫がつかないようにじゃあ座布団1枚お願いします山本くんはい、ということで、はい、はい、まあこんな感じでいろいろ全国活動中、はい、頑張ってますんでね、はい、これもあの CD の方もですね、レコードショップの方で、レコードショップって、ね、あの CD 屋さんで売ってますんで、ね、そうですね、この曲もですね、よろしくお願いします、はいはい、まあそういう、イベント情報とかはホームページとかがあるんですね、そうですね、ホームページとあとブログの方、はい、アメブロでブログやってますんで、ペコちゃんブログ、ペコちゃんブログやってます、はい、ペコちゃんなんです演歌界のペコちゃんもしくはあの演歌界のあくびちゃんはいはい、はい、そんな感じでしょ、はいはいはい納得されましたねアラビントミンハゲチャミンじゃなくてあれなんですかそれはちょっと前のあくびちゃんの妹の方ではいそうそうそう今度タンバリン持ってきます、はいはい、ということで、はい、そんな感じでバンブーバンブーバワーが一人噛みそう、はい、バンブーバンブーどんどん始まっていきます、はい、はい、よろしくお願いしますゲストコーナー、イエーイ、というわけで、すっかりおなじみなんですけど、はい、改めてゲストコーナーとして、はいはいはい、第1弾でございますよ、はいはい、自己紹介をどうぞ、はい、本日ゲストで、お呼ばれされましたダブルラインです、よろしくお願いします、よろしくお願いします、この歩いてシリーズのこの前も通った時もお店紹介シリーズ、はい、商店商店の時もいましたけども、はい、そうですよね、はい、今日は3回目ですね、そうですね、もともとこのダイモンさんもこうお知り合いでしたけども、ミルサイさんもここのお知り合いとか常連だったので、はい、じゃあまあここで収録するならまあ1回目ゲスト記念すべきゲストはダブルラインで行きましょうかということで、うん、まず決まりましたんで、ね、ありがとうございます、はい、いやこの間ね歩いて歩いての時は、はい、本田さんがはい、途中から急に現れて、うん、途中で急に現れたのにもかかわらず、はい、いきなり駅の隣の公園でネタが始まったという、そうですね、はい、ね、いきなりやったみたいなね、合流してすぐにやりましたね、あの時もかがいましたね、はい、はい、そうですね、はい、というかその改めて自己紹介をすると、どういう感じになるんですかね、はい、お二人は、僕たちはですね、はい、ただいま浅草の漫才協会というところに所属してまして、はい、コンビ組んで今年ですね3年目ですね、はいはい、3年目のコンビなんですけども、はい、ダブル、まあ、ダブルコロンさんの、うん、弟弟子にあたる、はいはい、そうですね、一門の方に一門の、はいはい、ダブル一門の方に入れさせていただいてます、はいはい、ダブルコロンさんの、はい、ダブルコロンさんも入ってるんですけど、はいはい、前回その話したじゃないですか、はい、もう忘れました、はい、した、はい、し歩きながらしました、そうそうそう、歩きながらしましたよね、はい、あれですよね、ダブルって名前がつく方がいっぱいいるんですよね、うん、そうですね、はい、他誰がいるんでしたっけ、ダブル、何は、ダブルモアモア賞、はいはいはい、ダブルコロンさん、はいで、ニックスさん、はいはい、ダブルついてないですけどね、はい、ニックスさん、はい、ダブル一問でいうとチャンス青木賞とか、はい、はい、天海賢治賞とか、はい、たくさん有名な方が、はい、なんかそういうもう後半ダブル入ってないけどダブル2組くらいでしたけど、はいはい、あと大賞でね、ダブルエース賞とかダブル賢治賞もいらっしゃいますので、あ、はいはい、あの一番もう上の方で、はいはいはい、ダブル一問というのがあるんですねっていう話を、はいはい、前回したじゃないですか、してました、思い出しました、今思い出しました、はいはい、そういうきっかけとか、はい、今までのこう道のりは前回の歩いてシリーズで詳しく喋ってるので、はいはい、それをまた改めて見てもらって、はい、今回は前回収録してから自分でその番組見てみてどうでした？2番組、はい、その歩いてシリーズと、はいはい、紹介番組の、うんうんうん、映像をですね、まあ、今一般用に見れますけども、そうですね、はい、見てもらいましたですか？はい、はい、両方とも見ました、はいはい、まあ、1回目は、はい、その反対にありそれどうした？汗が汗が止まらず、はい、1回目はですね、初めて、まあ、出させていただいて、そうですね、まあ、まずまあ何をしていいかあまりよく分からず、とりあえずついてって、その1回目の時はダイジュさんが仕切ってましたね、うん、まあ、引っ張っていただいて本当にありがとうございますって感じなんですけど、まあ、あの時はまあとりあえず頑張ってちょっと食らいつこうと思って、うん、一応自分なりには頑張ったんですけども、うん、はい、2回目なんですね、うん、2回目がですね、はい、僕たちお世話になっている漫才協会の青空散歩師匠をですね、はい、見に来ていらっしゃってましてですね、はい、そのなんか重圧感に負け、重圧重圧って確かにね、ちょっとなんか
そうですね、なんかちょっと悔いが残ったというか。悔いが残ったですね。やっぱ相当先輩なんですか。あ、もう先輩じゃない、師匠。はい、はい、だって最初にね、歩いて歩いてる時に、あ、そうだ、品川区の品川区の出身っていうか品川区に関連してると思って、うん、最初にじゃあ水谷さん、うん、スケジュールどうですかって聞いた時に、その青空散歩師匠に、うん、お問い合わせして聞いた時に、うん、でもあれですよね、師匠だからたとえ他の仕事が入ってても断れないですよね、この仕事はね。あ、もう、ね、でも喜んで、喜んで、はい、喜んで、優先順位みたいな、こんな感じの。なるほど。あ、じゃあもうね、僕らが出てるようなライブ出るんだったら、こうメディアに出してもらった方が、僕らも、はい、そうでございます。ライブなんか切りますから、ね、あ、そうですか。全部キャンセルしました、ね、全部キャンセルしました。ライブはメディアで端っこの方なんですよ。ってことにしとかないとみたいなね。はい、なるほど。ありがとうございます。どうでした、出てみて。出てみてですか。もう僕もちょっとまあ途中から参加させていただいて、はい、全然わからなくて前回もちょっとよくわからないうちに僕も私服で来てしまったので、今回もバシッと行こうと2人で決めまして、はいはい、もう僕ら今再チャレンジっていう感じでやってますので。そうですね、リベンジの感じって感じで出させていただいて。そんな力入れなくてもっとリラックスしてリラックスして、はい、これがリベンジだったんですよ。リベンジなんです。リベンジなんです。なんか若いのになんか口調が硬いよね。やっぱどうなんでしょうね、やっぱ活動の場所がやっぱそうなんでしょう。そうなんですか、ね、だと思うよ多分。ですよね。やっぱりぶっちゃけ先輩後輩とか師匠の関係は厳しいんですか。もう、はい、本当にまっすぐの縦社会ですよね。あ、そうですね。でもその大阪芸人のやつはその学校ができ始めてから、はい、そういうこの上下関係がだいぶこうラフになってみたいな話をよく聞くじゃないですか。こう師匠のこれ、まあ、その先輩後輩的なぐらいな感じになったりとかっていうのは結構ありますけど、そんな感じでは全然ないってことですね。そうないですね。特にその漫才協会のあたりは。そうですね。やっぱり許してくれる先輩もいらっしゃるんですが、でもやっぱり師匠は師匠っていう、やっぱり立てて、はい、なんぼみたいな。本当ですか。まあ、誰が嫌いですか。いや、そこは重要ですよね。さっき出てきた青空散歩師匠。乗る乗る流れるって。え、散歩師匠じゃないんだよ。流れるの何言ってんだお前。一番出しやすいじゃん。そこにいますよ今。そう、来るかもしれない。危ない危ない。何言ってんのって来ちゃいます。いや、でもね、面倒見はでも散歩師匠はいいですよね。はい、そうですね。僕たちもお世話になってまして。ねえ、演歌歌手の私たちもお世話になってますから。あ、そうなんですか。うん、意外とやっぱり結構ね、いろいろ太鼓とかやったらとかね、はい、いろいろ関連があって、みんな仲良くしていただいてますけどね。はい。ね、そうかそうか。わかりました。まあそんな感じでいろいろとお話を聞いてみたいんですけど、はい、今日は大門さんが考えた新しいコーナーというか、イエイ、はい、イエイございます。はい。じゃんじゃじゃーん。この辺に映るかな。はい。よ。はい。ピクピクのコーナー。ピクピクのコーナー。イエーイ。なんかアイドルっぽかったり、はい、なんか集合写真だったり、はい、なんか懐かしい写真が出てきたりしてますけれども、はい、映ってますでしょうか。こんな感じです。コーナー名は本田さんが考えてもらってます。すいません。どうぞ。すごい手作り感があるコーナーですよね。はい、ピックアップピクチャーでした。はい、ピックアップピクチャー、はい、ピクピクで、ピクピクです。略してピクピクでございます。はい、ございます。まあその写真、思い出の写真を持ってきてもらって、写真についていろいろ語ってもらうみたいなこのコーナーでございます。はい、このちょっとね、なんて言うんでしょう。セピアっぽい。そうですね。もうね、かなり古いですよ。ちょっとそのこちらのカメラにこうアップでこう。はい。はい。こんな感じでしょうか。はい。写真ですね。そうですね。これは水谷さんですよ。はい。そうですね。こっちの女性が水谷さんですよ。いいいいいい。あ、まあ女性も水谷さんですよ。そうですね。そうですね。お母様でございます。女性は水谷さん。はい。それではまずこの、はい、そうですね。はい。お母さん。お母様ですね。との写真。そうです。お母さんとの写真ですね。はい。この写真は僕が2歳ぐらいらしいんですけども、はい、2歳ぐらいの写真で、一緒になんか遊園地に行った時の写真なんですよ。可愛い。この辺ですか？可愛いでしょ。写真あ、撮ったとこですか？うん、撮ったとこは遊園地。遊園地はどこの遊園地？どこの遊園地？多分後楽園だと思うんですよ。なんかよく後楽園に連れて行ってもらった思い出。それこそ今の後楽園じゃない後楽園ですよね。そうです、もう古い時の。古い方ね。後楽園の面影はどこにもない後楽園なんですよ。マンホールしか映ってないですからね。なんか荏原町って言っても分かんないよね。ね、この写真出してきてからずっとうるさいんですよ、うちの相方が。かわいいでしょ。お母さんがね。
僕が河野くんですか、ね、横のはちょっと全部見えますけど、ちょっとこの横の写真でございますけれども、はいはいはい、これはお見合い写真ですか。いいいいいい、え、誰ですか。これも僕なんですけども、河野くん、そうです、実は河野なんですよ。違いますよ、いつから河野くんって言っても分からないの、まだ嵐の河野くん、いきなり河野くん、河野くん、同級生の河野くんじゃないですか。あの見てる人ぐちゃぐちゃになっちゃうから、頭の中なんすか、嵐の河野くんは。河野くん似てるでしょって言いたいの。似てるんですよ、いいのそれ、ジャニーズ敵に回しても大丈夫です、大丈夫ですか。はい、あの漫才協会守ってくれますか。多分いや、切るわ。似てますよ、髪型が、うん、これが、この写真が5年くらい前なんですよ。髪型5年くらい前の写真、はい、あ、はいはい、はい、でもあんま変わらないですよね、5年前だから。まあまあまあ、そうですね。これはあれですか、いわゆる宣材写真ってことですか。宣材写真ですね、はい、今は漫才やってますけど、うん、漫才やる前はお芝居をやってまして、うんうん、俳優っていうんですかね、舞台役者の方ね、はい、やってたんですよね。いわゆる宣材、ね、宣伝材料でした、うん、そうです、宣伝材料、ね、はい、これのオーディションのこう用紙に貼り付けたりとか、こう事務所の受付にこれですみたいな持っていく時の写真ってことですね。その写真をちょっと今日持ってきまして、この時にはじゃあそういうお芝居的な俳優さんっていうか役者さんはやってた、やってました、ね、やってステージっていうか舞台に出たり、はい、あとなんか CM のどんな CM、 ちょっとしたグンゼの下着の CM なんですけど、なんか下着の下着、その中のなんか、下着ってどういう下着ですか。どこに食いついてる、ミキサーパンツとか、すごい食いつきましたね、今食いつきが違うところがなんかパック、はい、何、どういうボクサーパンツ、何色ですか。その時僕はね、青っぽい、青っぽい、うん、それ何人かと、一緒に出ただけ、何人かで、なんか討論会をするっていう CM だったんですけど、ボクサーパンツを履いて、はい、シュールだな。どういう下着を履いてますかと。あ、で司会者がいて、うん、でちょっとまたジャニーズの人の名前出ちゃうんですけど、はい、いいんですかね。まあ大丈夫です、はい、永瀬、永瀬さんが出て、はいはい、であとはそのタレントの卵みたいのがいっぱい出て、でみんなどういうパンツ履いてるなんて話して、え、でもタレントの永瀬さんと一緒にパンツ入ったんですか。そうなんですよ。で CM 出たんですか。あれは結構あれな、 YouTube 探したら出てくるかもしれないぐらいな感じですよね。そうですね、探してみよう、ぜひぜひ、はい、なんか軍勢の、うん、下着会議のカジュアル編はい、はい、あと写真もう一枚あるんですか。はい、あります、はい、上にあげちゃいます。はい、はい、この集合写真ですね。集合写真ですね、はい、はい、それは何の写真ですか。これはですね、はい、浅草の漫才協会の方で、うん、今若手のなんていうんですか、練習、公開練習というのをやってまして、その終わりにお客様と一緒に撮った集合写真で、はい、先ほどお名前出ましたニックスさんが主催で、はい、公開練習、はい、公開練習、公開有料なんですか。いえ、それがですね、無料で、たまたまですね、今日チラシの方を持ってきてまして、たまたま、はい、やる気満々でいらっしゃる、このチラシが、はいはい、ちょっと日付違うんですが、はい、天空寄せというもので、はいはい、入場無料でやらせていただいてます、はい、今度8月の28日にやりますので、8月は、うん、ぜひお時間ありましたら、北千住の東京芸術センターの上にあります天空劇場というところでやってますので、ぜひお願いします。はい、みんな無料なんですよ、これ入場無料で見れますので。これもらって大丈夫ですか。はい、はい、あ、それで天空っていうことは、はい、景色がいい。景色がいい、景色いいです。エレベーターでガーッと上がっていくんですが、途中で耳痛くなるんですよね、もう高すぎて。へね、よくある現象ですね、はい、なるほど、ね、地上 90m 最上階、はい、もう、すごいです。なんでこんないいところが入場無料なんですか。それは漫才協会の力。まあ漫才協会の力だと、まあ足立区の方が登録すると、うん、まあ貸していただけるそうで、あとそのエンターテインメントをこう勉強してる人たちの無料開放というか、なるほど、勉強するために使ってください。なるほど、はい、これその公開練習ってことは、はい、どれぐらい練習してんの。そのそれこそある程度ネタ見せぐらいまで行ってて、はい、見てもらってるのか、もうこうさあどうするってところが打ち合わせしてるところから見せてるの。あ、いえ、もう打ち合わせのところは見せないんですが、一応もう見せ物として出来上がってるものを練習がてら見てもらうっていう感じ。ああ、あれ結構じゃあいいじゃないですか、お客さんは。そうですね、お客さんはお得ですね。
得っていうか、まあ、ラッキーですね、見れてね。で、やっぱりリピーターの方が多くて、あ、はい、そうなんですか。 毎月、はい、たくさんの方が定期的にやってると。はい、毎月、はい、月末にやってますので、うん、ぜひ。わかりました。はい、お願いします。はい、じゃあちょっとね、ここであのせっかくなので、はい、ネタ見せをせっかくなのでしてほしいんですよ。はい、前回は急にやって公園でやらしました。かけ刺されて、なんかあのその辺でね、あのなんか日向ぼっこみたいのしてたおじちゃまたちが遠くで見てましたけど、ね、はい、お客さんが誰もいない中でやってられて、そうです、自転車片手に見てましたね、皆さん。何やってんだろう。でもなんか拍手も湧いてたみたいな。はい、では今日はここでネタを見せてもらって、はい、この状態で、はい、よろしいですか。はい、ちょっと今日はあのカメラセッティング面倒くさいから座りバージョンでっていうお願いをしてるんですけど、はい、よろしいですか。はい、はい、わ、はいはい、かりました。じゃあお願いしまーす。どうもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ダブルラインと申します。ダブルラインです。お願いします。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。よかった、ありがとうございます。よかった。いや、不思議だね。不思議なね、感じですね。はい、はい、見てる方はね、そういう風には見えないかもしれないですけどね。そうですね。そう、実はね、これ立ってるんですよ。立ってないよ。バレちゃいますから。まあ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 、はい、まあ僕たちですね、ダブルライン2人とも間もなく、まあ30ね。はい、そうですね。もうちょっとで30歳になるんですよ。もうちょっとでね、なります。みそじですよ。はい、まあ、アラサーですからね、僕らも。やっぱね、僕たちの友達がね、みんな結婚ラッシュ。ね、あ、そうですね、出産ラッシュで、まあ、結婚式ね、うん、出産する人もいますね、やっぱり。だから僕らだけですよ、置いてけぼれされちゃってるのね。まあまあまあ、うん、しょうがないですよ、まあそれはね。で、最近ね、あの友達ね、はい、あの結婚のスピーチをしてくれないかってね、頼まれまして。おお、うん、お、いいじゃないですか。そうそう、だから一生懸命寝ないで考えてきたんだよ。寝ないで考えてきた、うん、あ、いいじゃないですか。でね、まだね、人前ででもやったことがないから、はいはい、ちょっとこの機会にちょっと一回やらせてもらいたいなと。あ、皆さんにね、見てもらっていいですかね。コメントでちょっとね、注意してもらったりしてもいいかもしれないですね。そう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 、はい、ちょっといいですか、ちょっと。あ、ちょっとやってみましょうかね。いいですかね。はい、見ていただきましょう。はい、じゃあ僕からね、紹介しますんでね。それではご友人代表といたしまして、水谷和人さんのスピーチです。よろしくお願いします。ご紹介いただきました、水谷です。よろしくお願いいたします。ね、本日は僕のためにお集まりいただき、違いますよ。なんであなたのためなんですか。結婚式って言ったでしょ、さっきだから。二人のために来てますからね、今日。二人のためにね。二人のためです。二人のために。そこ間違えたら大変なことになりますから、はい。あきらくん、ゆうこさん、ご結婚おめでとうございます。おめでとうございます。あきらくんとは長い付き合いで、はい、弱、中、強と、12年間同じ学校でした。火加減ですか、弱、中、強って何ですか。いや、学校12年間。それ、小、中、高だろ。あ、小、中、高。小、中、高だよ。小中高と12年間同じ学校でした。大丈夫ですか。小学校の頃のあきらくんといえば、はい、走るのが速くて、近所でも置き引きのあきらで有名だったね。最悪なあだ名だな、おい。なんであだ名つけてんだよ、おい。あ、そうだ、覚えてる。何をですか。中学校の時のあだ名。中学校の時、おう、修学旅行の時に、はい、たまたま僕が拾ったブリーフがブリーフあきらくんので、それから君のあだ名が味噌パンになったのは今でも噂になってるよね。やめなさいよ、そういう話すんの。なんで今するのよ、結婚式の最中にさ。ああ、そうか。やめなさいって。そこから、君のね、あだ名が味噌パンになったっていうことでね、軽いいじめでしょそれ。今から味噌パンって呼ぶことにするね。呼んじゃうんだ今から、うん、味噌パンは大食いで、特にあんパンが好きでした。あんパンが好きだね、うん、美味しいですからね。ね、味噌パン。修学旅行の時、カバンが荷物でパンパンだったね。お土産入んないでしょ、そんなにいっぱい入れてたら。ね、味噌パン。なんなんだそれ。問題。問題？料理をする時に使う調理器具といえば？調理器具。うん、フライパン。ね、味噌パン。なんなんだよそれ。だから布団を叩くと音がするよね。音？うん、パンパン。ね、味噌パン。もうパンパン言いたいだけだろお前。いや、俺あいつに言いたかったんだ。あいつに言いたいの、うん、今言いたかったんだよ。今言うことじゃない。二次会行けよ、その時は。もう二次会で行って。続けて続けて続けてください、うん、ちゃんと。じゃあね、本日はね、はい、特別な日ということで。あ、そうですよ、もう今日は味噌パンの秘密を話しちゃいまーす。秘密。あー、まあ奥さんも知らないことがあるかもしれないですね。あ、いいじゃないですか、そういうのも。味噌パンの秘密その1。その1、うん、味噌パンはギャンブルが大好きです。何言ってるんですか、いきなりね。毎月ね、1の月日はね、いつも一緒にパチンコ行ってんだよ。いやいや、今言うことじゃないでしょそれを。そこのね、荏原町のシップスってパチンコ屋ね、よく一緒に行くよね。行くよね、じゃないんですよ。ただね、先週負けたからね。先週負けた。次はね、もう
取り返そう。取り返そうぜ。今約束すんなって、だから。好きなんだよ、あいつは。いや、好きなのはわかるけど、奥さん知らないんだったら言わない方がいいよ、そういうのは。そうだな。じゃあ、違うの、違うの。違うの、違うの。分かった、分かった。じゃあ、味噌パンの秘密、その2。その2、はい。うん。味噌パンは、今、仕事はしてません。最悪だな、その、カミングアウト、おい。よく結婚できるな、ね、そいつ、ね。奥さんにはね、あれなんだよ、文房具のセールスマンって話はしてんだけどね。はあ、本当はね、してないんだよ。嘘ついてんの？だ代わりに言っといてやったぞ、みそパン。バカ、やめろっつってんの。いや、いいんだ、いいんだ、いいんだ。なんで、何時期にバレちゃうんだから。時期にバレちゃう。俺が言ってやってんだよ。あのね、もうこれから結婚するんだから、その不安になるようなことやめなさいよ。ちゃんと、これからの希望になるようなことないの、もうちょっと。でもね、昨日ね、一緒にね、はい、タウンワーク読んだんだよな。タウンワーク読んだじゃん。お前も探してんのかよ。一緒に探してんだよ。一緒にじゃないですよ。うん、だから違うのないの、違うの、違うのにしてよ、ちゃんと。はい、そしてじゃあ、味噌パンの秘密、その 3! その3、ちゃんとしていいやつにしましょう。はい。味噌パンは借金してます。バカ野郎ねえ。お前。アコムプロミス、ねえ。おい、結婚生活が前途頼んだよ、お前、そんなこと話しちゃったら。大丈夫じゃないでしょ。一緒にね、頑張って返そうってね、話をしてんの。いや、だから探してたのね、仕事を。そうそうそう。一緒に借りたんだから。一緒に借りたの？一緒に借りたんだよ。借りるぐらいならやるんだよ。なあ、味噌パンじゃないですよ、うん。めでたいね。めでたくねえんだよ、その話しちゃったら。さあ、行きますよ、じゃあ。行きますよ。驚愕の事実、味噌パンの秘密、その 4! もういいでしょ、もういいでしょ。いや、すごいんだよ、次が。いや、味噌パンはもう、なんか息してないよ、多分もう。来た心地しないよ、味噌パンが。そう来たかって顔してるぞ。そう来たかじゃないよ。な、味噌パン？味噌パンじゃない。大丈夫ですか、味噌パンさんも、ほんとに。で、味噌パンのな、はい、奥さん。奥さん、うん、はい、お前の昔の彼女。やめろよ、お前、本当に、本当にやめろよ、その話はさ。なあ、3年ぶりだよね。いや、違う違う、親族席ざわざわしちゃうから、そんな話。大丈夫、大丈夫、盛り上がってるから。盛り上がってねえんだよ。盛り上がってんだよ。何なんだ、その変な三角関係は。怖いだろ、お前。でね、味噌パンにね、はい、ちょっとね、伝えたい言葉があるんですよ。あ、伝えたいこと、うん、よくありますからね、結婚式とかスピーチでね、いいこと言ってください。ね、心の底は、祝福をね、祝してね、祝福じゃない、祝福ですから、はい、祝福してるんだよ。ね、これからちゃんとね、2人で生活できるように、そういういい言葉がありますからね、うん、ちょっとね、伝えたい言葉があります、はい、お願いします。味噌パンは、はい、今まで一人で生きてきたけども、はい、これからは優子さんと二人で過ごすことになりますね。二人で、うん、はい、そうですね。1たす1は2です。2です。うん、そしたらいずれは子供が生まれるでしょう。あ、生まれるでしょうね。2たす1は3です。あ、増えてきた。3になってね、絆を深めて。そしてもしかしたらご両親と同居すると思います。まあまあ、そういうこともあるでしょうね。3たす2は5です。5人になってね、ますますね。つまりは、つまりそういうことです。どういうことなんだよ、おい。ただの算数講座だろ、今の。お前、味噌パンに俺の気持ち伝わったと思うんだよな。何にも伝わってないよ。足し算をただ教えただけだよ、今。じゃあ味噌パンにね、最後に本当の本当の、はい、素敵な言葉を送って終わりにしたいと思います。締めの言葉でね、終わりよければ全てよしで、行きましょう、ちゃんと行きましょう。おい、まあね、話はね、長くなったけどね、はい、最後に言葉を送りたいと思います。はい、ちゃんと送ってください。結婚は人生の墓場だ。最悪だな、その言葉。おい、それでは二人とも素敵な人生を歩んでください。歩めるわけねえだろ、これで。これで完璧だな。完璧じゃねえ、いい加減にしろよ。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけでネタ見せでございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうでしたか。座りながらで、ね、やりにくかったですか、やっぱり。あの、初めてですね、この感覚は。本当ですか。コントの人とかが座ってやるっていうのは聞いたことあるんですけど、やっぱ漫才で座ってやるってね、そうだね、そんなに、うん、そうなんですよね。ネタ見せでございましたけど、まあ、はい、とりあえずこれからの活動予定はどうなんですか。はい、目標でもいいですし、近々の予定でもいいですし。あ、じゃあ、うん、ちょっと告知だけ、はいはいはい、させていただきたいと思います。はい、僕たちですね、毎週木曜、土曜、日曜日、はい、木、土、日、うん、スカイツリーの近くの、うん、押し上げ会館、うん、と、あのちっちゃい、なんていうんですかね、ね、集会場、アパートの集会場みたいなところがありまして、はい、そこを、ちょっとお借りしまして、はい、1日4回公演のステージをやってます、はい、木、土、日で4回公演。はい、あの主催の方がお知り合いでちょっと出させていただいて、すげー忙しいじゃん、すごいですよ。で、お客さんがなかなか入らないので、そうなんですよね。スカイツリーの駅の近くまで行って、お客さんを呼び込むんですよ。はいはい、チラシ配って。で、4回公演なんで、その1回の呼び込みが40分、うん、それを4回やって、はい、呼び込んで入れて、舞台やって、
でまた呼び込みで、そうね、相当ハードですね。そうですね。しかもあの立地条件的にスカイツリーの真逆の位置っていう最悪の方向にあるね。あの人がなかなか来ない。なかなか来ない。来ない。はいはい。お店もあまりないやつなので。ここでやってる、はいはいはい、近く通りかかったらぜひ来ていただけると、はいはい、場所は何を目印にしていけばいいんですかね、スカイツリー駅の正面口に来ていただきますと、うん、あの芸人がみんなで一生懸命ビラ配ってますから、はい、それが目印で、はい、目印で連れてくださいと、連れてってくださいって言われればもう喜んで連れて行きますので、はい、何人ぐらい入る場所なんですか。お客さんは20ぐらいですかね、はい、じゃあ皆さん20人ぐらい、はい、演者も何組かいると。はい、演者は大体4組から6組出ますので、30分間の公演でして、はい、絶対損はないようなライブになってると思いますので、はい、ちなみにそれいくらかかるんですか。一応500円になってるんですけど、安いですね、はい、あとはあの例えばちょっと値切る方もいるんで、ちょっと待って、500円を値切る値切る方もいらっしゃいます。はい、400円にしてくれとか、はいはい、この間100円っていう人がいて、あ、100円でもまあいいっすよって言って、本当ですか、はい、それ言ってもいいですか。言っちゃったらもうみんな100円出しちゃいますね。はい、じゃあ見たよって言ってくれたら、テクテクを見た方は100円で、100円で、はい、はい、ライブとね、いろんなところに出てますからね、他にも新宿とかもいろいろ出てますので、はい、あのぜひ僕らのブログの方見ていただければ、はい、告知の方させていただいてますので、はい、よろしくお願いします。はい、アメバブログ、はい、ライン検索にすぐ出てきますかね。はい、はいはい、出てきます。わかりました。ちょっと最近更新してないんですけど、はい、更新してください。はい、わかりました。じゃあのテロップ入れておきますんで、はい、見てもらって、はい、はい、お願いします。またあのここでそのバンブバンブババアが来る、うん、はい、継続してやる予定なので、はい、おお、なんかコーナーとか考えてくださいよ。わ、うん、かりました。バンブンバンブンババが一人でね、はい、お願いします。なんかできそうなことあります？こういうところで。こういうところで、うん、ブリーフ、ボクサーブリーフで。あ、いいですね。今日の一枚ね。今日の一枚。というか今日、それ、俺はあんま見たくない。フリートークもネタもパンツのネタ多すぎじゃないよ。パンツ多い。パンツばっかでしょ。パンツの話もう3回出てきたパンツが。味噌パン。はい、あ、気に入ってる。こういうのどうですかね、はい、まあバンブーバンブーババアが一人、はい、まあね、やっぱタイトルなんで、はい、例えばママが作った今日の料理みたいな、うん、でみんなで食べて、なんかなんていうんですかね、料理番組っぽいっていうか、グルメリポートを体験してみるみたいな。ああ、ちょっと面白そうかな。若手がガチガチでグルメリポートしてるところ。あ、いいじゃないですか。これいいですよ。採用。面白そうですね。まだ煮卵得意ですから、まあ、はい、はい、美味しいですよね。美味しいですね、あれ。わかりました。じゃあそれぜひやってみましょう。お、やったー。はい、じゃあそんなこと感じで、はい、はい、今日の一組目のゲストはラブラインのお二人でした。ありがとうございました。ありがとうございました。